かる。お母さんの子供の頃はね、夏といえばトマトがおやつやってん。冷たい井戸水にぷか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 浮かしたトマトがいっぱいあってね。でそれを喉が渇いたら好きなように食べてて、今考えたらすっごい贅沢なおやつやったような気がするわ。畑で採れたばっかりのトマトを井戸水で冷たく冷やして好きなだけ食べれるんやもん。あの時食べたトマトの味忘れられへんわ。あんなトマトの味にまだ出会ったことないね。わかる？トマト美味しいか？